元川達夫元川達夫は日本の生物学者、シンガーソングライター。東京工業大学名誉教授。専攻は動物生理学。1948年、宮城県仙台市で生理学者の元川光一の息子として生まれる。宮城県仙台第一高等学校を経て、1971年、東京大学理学部生物学科卒業。 東京大学助手、琉球大学助教授、琉球大学客員助教授を経て、1991年より2014年まで、東京工業大学教授。研究対象は、キャッチ結合組織や、ホヤを題材にしたサイズの生物学など。キャッチ結合組織とは、硬さが素早く変わる結合組織で、極秘動物にのみ見られるもの。この組織が、 極秘動物5つの綱すべてで働いていることを示し、硬さ変化の気候や、変化の神経制御など、この分野を切り開いていったことで、世界の極秘動物学者の間で名高い。無脊椎動物学の定評のある教科書、ルーパート、フォックス、ベルンズ、インバーテブラッド・ズーロジーや、動物生理学の名高い教科書カヌート・シュミット、ニールセン、アニマル・フィジオロジーでも、 本側の仕事が大きく紹介されている。日本の極秘動物研究集会は彼が中心になって立ち上げたものである。琉球大学時代に一般教育の授業を多く担当していたこと。東京工業大学では一般教育生物学の教授だったことから良い社会人になるための生物学とはどのようなものかを考えながら授業をしていた。 その講義録を一般向けの生物学の本として出版しており、多数の著書がある。中でも、アロメトリーという日本で馴染みの少ない学問を変異に解説した、ゾウの時間ネズミの時間は、ベストセラーになった。高校生物の教科書や参考書も執筆している。一時期、小学校の国語の教科書に、本側の文章が掲載されており、 その内容を著者が出前授業をするという形で、百校を、こす、小学校で授業を行った。2019年に出版した、生き物とは何かでは、出前授業の様子が再現されおり、また、なぜ出前授業をするのか、さらにそれと関連させて、自身の生命観を包み隠さず披露している。また、彼は、歌う生物学者としても知られている。 琉球大学時代には、瀬底温度や千原温度を学内で歌い、池原貞夫を体感の際は、池池、池原、原田一太郎の時は、原始スピリットを喧嘩。また、講義内容をまとめた歌として、珊語の単語や、美少感は滑るなどを作った。いずれも、本人の作詞作曲である。1983年に、それらの歌を、夫人のピアノ伴奏符で、 カセットテープに収め、歌詞カード付けで、日本動物学会の全国大会にて配布、残部は、大学内の教師陣に配った。その後も講義で歌って聞かせる以外にもあちこちで、宣伝、例えば、生物学の知識を歌にして覚えるという、学習方法を提唱しており、作った歌をまとめた、歌う生物学必修編を出している。この本は、 アメリカの科学習慣誌サイエンスにソングズオブライフとして紹介された。なお、彼は受験参考書として有名なチャート式生物学愛、チャート式生物学通も執筆しているが、通の巻末にはやはり詩の作詞作曲による人類進化の歌が掲載されている。K. ハヤの検定教科書高校生物の著者でもあり、関東に彼の歌の楽譜が載っている。 教科書もあった。元川は、キャッチ結合組織を、世界の動物学者の間に広く知ってもらう王として、キャッチ結合組織の英語のコマーシャルソング、ソング・オブ・キャッチ・コネクティブ・テッシュを作っている。彼はこれを1987年に、カナダの、ビクトリア開かれた、国際極秘動物学会議で歌った。この歌は、 その後のフランスのディジョンや名古屋の国際曲碑、動物学会議においても、参加者からリクエストがあって歌われた。この歌の楽譜は、彼のキャッチ結合組織に関する創設の末尾にに、サマリーとして掲載されている。英語の曲は他にも何曲かあり、BBC の番組、Horizon で、IAMA、Starfish、Queen of the Sea を披露し、これは、 テレビ情報誌で高く評価された。NHK 教育テレビ、人間大学では毎回自作の歌を一曲歌い、最終回はまとめと称して歌番組にした。東光大の一年生の基礎生物学を CS で高校と高専で視聴できるようにし、ここでも最終回はバックバンドを入れてザッツエデュテインメントという歌番組を行うのを定例としていた。 テレビ番組に出演する際も、これらの歌を自ら歌っており、生コ天国を NHK 爆笑問題の日本の教養で、生き物は演中系をテレビ朝日、鉄子の部屋、題名のない音楽会、TBS 系、荒引版などで披露した。NHK ラジオ第1放送。 ラジオ深夜便 https://www4.nhk.or.jp/shinyabin/. で2018年より、第2月曜に、歌う生物学を15分ほど担当しており、ここでも最後に歌を披露している。 講談者出版文化賞科学出版賞1993手島記念研究賞著述賞1993東京工業大学教育賞2005科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術勝利改造新部門2007日本動物学会教育賞2014現代日本人名録2002年生き物とは何かちくプリマ新書ちく書房 国語2年タンポポ。三つ村図書。国語五銀河。三つ村図書。ソングズオブライフ。サイエンス340。大田次郎。丸山高作、江戸高等学校生物は A 改訂版。K. 林館元川。T. バーク。 r d エトール、エド、イキナドゥームバイオロージーバルコマハットスマートムルブスウィズスパゲティイブニングスタンダード TV レビュー NHK 人間大学1995年後6月期放送テキスト生物のデザイン NHK 出版ありがとうございます